骨と痛みは無関係です、はい、もし骨と痛みが関係あるんだったら皆さんがこれ誰も来ませんよね。考えてください、冷静に、はい、無関係ですから。だから誰もどこ行っても治らないことですよ、はい、で、あ、病院だって分離症って言われる方もいらっしゃるんですけど、腰痛で行くとね、これ腰の骨の骨折のこと言ってまして、腫れてなければその場所が痛みとは関係ありません。先ほどの骨折の話ですよ、はい、であとね、椎間板が減ったら痛いっていうふうにお医者さんに言われる方がいらっしゃるみたいですけど、椎間板が減ってるからあなたは痛いんだって言われたことある方いらっしゃいますか。あ、いますか。椎間板減ってるっていうのは潰れたような状態で、あ、椎間板がだから潰れて減ってると思っていいんですかね、はい、で、分かりやすい説明をねちょっとさせていただきたいんですけど、椎間板っていうのがどのぐらい減っても痛みが出ないかっていう説明をします。昔のお年寄りって15センチも20センチも身長縮んで腰曲がった方多かったですね。あれ、身長が縮んだ理由は椎間板が減ったからです。栄養のバランスが悪くて、あんなに身長が縮むほど椎間板が減って腰が曲がっているにもかかわらず、畑仕事や家事とか普通にしてませんでしたか。してましたよね。痛まってないですね。どう見ても小森さんと比べたらどちらの方が椎間板減ってるでしょう。基本的に椎間板の減らない人間、動物はいません。だから普通の動物ですって言われたの。そういうことですね、これね、はい、で筋肉がね、昔のお年寄りの方たちね、多かった、腰曲がってる方多かったですけど、あれ変形、体の変形って言わなくて何ていう言い方しますか。あの状態のあれ変形ですよね。あんなに変形したのにもかかわらず痛くなくて畑行って大根とか抜いてくるんですよね、ちゃんと。